レイラちゃん。最初にあの落書きに気がついたのは、教室で授業を受けている最中の出来事でした。数学のノートに、見覚えのない女の子の絵が描かれていたのです。女の子は赤色の細いクレヨンのようなもので描かれていました。髪は長くてワンピースのような服装をしており、表情は笑顔。ところどころ線がはみ出たりしていて、小学生くらいの子が描くような女の子でした。そして女の子のそばには、おそらく女の子のセリフとおぼしき英語が書かれていました。ハロー、アイムレイラ。キャンディー、プリーズ。こんにちは、私はレイラ。飴をちょうだい。それを読んだ私は、ああ、友達のいたずらだなって思いました。私がトイレに立った隙でも見計らって落書きをしたのでしょう。おやつをせびるにしても手の込んだことをするわね。レイラなんて名前までつけちゃって。私はふふっと笑って、レイラちゃんのそばにキャンディーの絵を描き込みました。休み時間になって、私はいつもつるんでいる友達二人に落書きの件を問い詰めました。クレヨンで描いたら消せないじゃん。成績下げられたらどうすんのよ。みたいな感じで。そしたら友達二人は、きょとんとした顔。何のこと?と返され、私は、女の子の落書きよ。とノートを渡しました。ノートをパラパラとめくった二人でしたが、顔を見合わせて、落書きってどれ?と聞いてきます。あれ?この二人の仕業じゃなかったの?そう思いながら、私はページをめくりました。するとどうでしょう。さっきのページに、レイラちゃんの絵はありませんでした。何の痕跡もなく、まっさらな状態。慌てる私に、友達は、夢でも見たんじゃないの?とか、寝るなら家で寝なよ、とか、いじってきます。そんなはずは、と他のページも探してみました。やはりレイラちゃんの姿は、どこにもありません。消えたのです。私の書き込んだキャンディーと一緒に。あっけに取られた私は、本当に夢でも見ていたのかと思いました。しかしあれが夢なら、どれだけ良かったことか。それは、悪夢を超える出来事の始まりだったのです。彼女が再び姿を見せたのは、次の日の夜のことでした。お風呂上がりに英語の参考書をめくっていた私は、ページの上部に赤い影を見つけて手を止めました。昨日と同じ女の子、レイラちゃんの落書きがそこにありました。Book, please. 本をちょうだい。何これ?思わず参考書を床に落としてしまいました。つい数日前に開いた時にはなかったはずの落書きです。参考書は部屋の引き出しに入れてあるので、私以外の人が触ることはありません。つまりこの落書きの女の子、レイラちゃんは、誰も触っていない参考書にいきなり現れたということになります。手の込んだ、いたずら?でも誰が、どうやって?レイラちゃんは昨日と同じ顔でこっちを見ています。しかし昨日とは違って、今日はその笑顔が気味悪く思えました。そして今回、落書きに添えられたメッセージは、本をちょうだい。その意図するところも見えてきません。背筋に冷たいものが走った私は、参考書を閉じ、机の奥に押し込みました。落書きの絵と顔を合わせているのが怖い。そんな感覚は、初めてでした。その時まだ夜の9時を回ったところでしたが、私は5分で髪を乾かし、布団に潜りました。
少し勉強する予定でしたが、とてもそんな気分になれませんでした。あの落書きは何なのか、あのメッセージは何なのか。どれだけ考えても推測が浮かんでは消えるだけ。明かりを落とした部屋の中で、おそらく1時間以上はぐるぐるといろんなことを考えていたと思います。ただそのうち気づかれして眠ってしまったのでしょう。気づいた時には窓から薄明かりが差し込んでいました。私は目をこすりながら体を起こしました。まだ頭はぼーっとしていましたが、最初に頭に浮かんだのは昨日のメッセージでした。本をちょうだい。本。独り言のようにつぶやいて、部屋の隅にある本棚に視線を向けました。割と大きい本棚で、中学生くらいから買い集めた雑誌や小説、漫画なんかが押し込められています。しかしその一部が抜けて、本棚の下に積み上がっていました。地震か何かで落ちたのかな。そんな風に思いましたが、明かりをつけてぎょっとしました。本の表紙が刃物のようなもので裂かれていたのです。それも一本や二本の切り傷じゃなく、必要なほどズタズタに。ひっと結構な大きさの悲鳴が出ました。それから部屋を飛び出すと、急いで一階へと降りました。リビングではお父さんがコーヒーを飲みながら朝のニュースを見ていました。私の姿を見るとお父さんは、お、今日は早いね。どうかした？そう尋ねました。私は息を荒く吐きながら冷蔵庫まで歩き、冷やしてあった水を取り出して一気に飲み干しました。そんな行動を不思議そうに見ているお父さん。お父さんにいつもと変わった様子がないのを見て、少なくとも家に泥棒が入ったわけじゃないのだと私は考えました。それなら早く起きたお父さんが先に異変を見つけるはずですから。でも、それじゃああれは何？変質者の仕業？それとも。顔が青いぞ。体調が悪いのか？手にしていたコーヒーカップを置くお父さんに、私はなぜか、大丈夫、何でもない、と返しました。自分でもうまく説明がつかないのですが、言えなかったのです。代わりに私は再び自分の部屋に戻り、ボロボロになった雑誌を手に取りました。さっき明かりをつけた時に、その裂け目から、赤いクレヨンが見えていたからです。震える手で表紙をめくると、ページの上の隅、いつもの定位置に、レイラちゃんは、いました。なぜか前に現れた時よりも、少し大きな姿で。ラビット、プリーズ。ウサギをちょうだい。今度のメッセージはそのように書かれていました。どうしていいかわからなくなった私は再びリビングにおりました。お父さんが話したのでしょうか。お母さんも起きてきていて、私に調子が悪いの？熱は測った？って聞いてきました。私はよっぽどレイラちゃんのことを話そうかと思いました。しかし友達に見せようとしていた時に、落書きが消えていたことを思い出し、途中で言葉を飲み込みました。落書きのことを話しても、多分信じてもらえない。むしろズタズタの本を見て、娘の精神状態を心配するのではないか。もちろん変質者の可能性だってあるのですから、落書きのことはともかく、本のことは伝えるべきだったと思います。それでも私は何も言わず、何もせず、黙って投稿の支度を始めました。多分どうしていいかわからなかったのだと思います。とにかく、レイラちゃんから逃げたい。少しでも遠くに離れたい。
その一心で、私は朝食も取らずに家を出ました。それから早朝から空いている高校の自習室で時間を潰し、教室に向かいました。ほどなくして、一時間目の授業が始まりましたが、頭の中は朝の件でいっぱい、集中できるはずもありません。心ここにあらずといった状態のまま、昼休みを迎えました。私の様子が変だったせいでしょう。友達が、パン買いに行こうよ。今日はおごるから、なんて誘ってくれました。私は下手な笑顔を返し、友達二人の後についていきました。そしてパンを買った帰りのことなのですが、中庭に人だかりができているのを見つけました。なんだか物々しい雰囲気というか、ざわざわした感じ。そこに慌てた様子の先生が駆けつけています。何かあったのかな？友達の一人が不安そうに口にすると、近くにいた女子生徒が、飼育小屋のウサギが死んでいたらしいよ、と口を挟みました。飼育小屋のウサギが、首から血を流して死んでたんだって。その日は急遽、午後の授業がなくなりました。先生の説明では、ウサギを殺したのは校内に侵入した不審者の可能性があるから、とのことでした。ちなみにこれは噂でしかないのですが、飼育小屋にはきちんと鍵がかかっていたそうです。猫や蛇が侵入できるような穴も開いておらず、犯人は生徒の誰かじゃないか、みたいな話で盛り上がる声も聞こえてきました。怖いよね、なんて、一言のように噂しながら荷物をまとめる同級生を尻目に、私はブルブル震えていました。ズタズタに切られた本の残骸、首から血を流して死んでいたウサギ。まさか、そんな。震える手で、私は机の中のテキストを取り出しました。するとその一冊の裏表紙に、クレヨンの線がありました。カー、プリーズ。車をちょうだい。赤い文字のメッセージが見え、尋常じゃない汗が私の手に吹き出しました。唾を飲み込み、悲鳴を噛み殺し、テキストを引っ張り出します。そこにはノート半分くらいの背丈で描かれたレイラちゃんの姿がありました。また大きくなっている。一瞬そう思いました。しかしじっと正面の私を見ているレイラちゃんを見て、私はもう一つの仮説に思い当たりました。大きくなっているんじゃない。この子はこっちに近づいてきている。そう思い至った直後、私は口を押さえ、トイレの個室に駆け込みました。胃の中のものをひとしきり吐き出した私は、手にしたままだったテキストにもう一度視線を落としました。車をちょうだい。肩で息をしながら、胸ポケットからペンを取り出し、私はレイラちゃんの横に、車の絵を描き殴りました。レイラちゃんの落書きには、おそらくルールがある。レイラちゃんの要求を断れば、それが壊される。本とウサギの傾向から、直感的にそう考えたのです。だったら要求されたものの絵を描き込めば、それで解決かと言われたら、そうじゃないことは分かっていました。だって最初に気まぐれで飴の絵を描いた後も、レイラちゃんの要求は続いたのですから。とはいえ従わなければ、身近な車が被害に遭うことは推測できました。これまでのように切りつけられるのか、あるいは爆発、交通事故。悪い想像をしだせば、キリがありません。私は急いで教室に戻ると、友達の呼び止める声も聞かず、家に向かって走りました。家にはパートから戻ったばかりのお母さんがいて、あれ？授業はどうしたの？
と尋ねてきました。朝の様子で早退でもしてきたのかと思ったようですが、私は勤めて普段通りに、不審者がいるかもしれないからって午後の授業がなくなったの、と正直に答えました。それから母とリビングでテレビを見て過ごしました。ドラマの感想をつぶやく母の話に相槌を打ちながらも、私は車のことで頭がいっぱいでした。うちの車は2台あります。1台は駐車場に止めてある軽自動車。もう1台はお父さんが通勤のために使っているワンボックスです。帰ってきた時に見た駐車場の車は無事でした。あとはお父さんが帰ってきてくれれば、ひとまず今日のところは安心することができます。レイラちゃんの要求は車。私はその絵を描き込みました。これで大丈夫のはず。それからドラマを見終わり、お母さんが夕食の支度を始めようとした時のことでした。家の固定電話が突然鳴り始めました。私への用事が家の電話に入ることはないので、いつものようにお母さんが電話を取りました。すると。え？車が盗まれた？唖然とした顔でお母さんはつぶやき、驚いた顔を私に向けました。おそらくお父さんからの電話を受けている母を尻目に、私は急いで自分の部屋へと走りました。そしてカバンの中身をすべてひっくり返すと、本の間に数日前に買ったキャンディーの袋が挟まっているのを見つけました。中は包み紙のゴミでいっぱい。まだ残っていたはずの飴は、すべてなくなっていました。その時、私はレイラちゃんのもう一つのルールを知った気がしました。要求を無視すれば壊される。そして要求の絵を描き込んだ場合は、それが手元からなくなる。描かなかった本とウサギは切られていた。描き込んだ飴と車はなくなった。そうだとしか考えられません。私は恐る恐るテキストを手に取り、再びレイラちゃんの絵を見ました。レイラちゃんの絵はそのまま。しかしそのメッセージは変わっていました。You are treasure, please. あなたの宝物をちょうだい。いろんな感情がごちゃ混ぜになった涙が私の方を伝っていくのを感じました。レイラちゃんの要求は私の宝物。その文字を見て浮かんだのは家族や友達、好きな人の顔でした。失っていいものなど一つもありません。失いたくないから宝物なのです。けれどレイラちゃんの要求を無視することはできません。無視すれば壊される。しかし応じることもできません。応じればそれを奪われてしまうのですから。でも、とにかく何か書かなきゃ。そう思って、私はベッドに埋めていた顔を上げました。レイラちゃんの要求に解決策はありません。でもとにかく、時間を稼ぐべきだと考えたのです。ひとまず何か書けば、レイラちゃんの要求は更新されるはず。今までの傾向からそう考えた私は、急いでペンを取りました。どれだけの時間が経過したらレイラちゃんに、要求を無視したとみなされるのか分かったものではありません。描いたのは部屋に飾ってあるぬいぐるみでした。小さい頃に旅先のお土産で買った熊のぬいぐるみ。思い出もあって捨てにくいからというのもあり、ずっと棚に置いてあったのです。絵を描くのに少しのためらいはありました。しかし万が一にも、替えの効かないものを奪われるわけにはいきません。ペン先を紙面から離したとき、絵画からお母さんの声が聞こえてきました。職場に停めていたはずの車がなくなっていて、お父さんを迎えに行くことになったそうです。一緒に行くかと聞かれましたが、私は家で留守番していると答えました。階段の上からの会話が終わり、私はため息を吐きながら、部屋に戻りました。
もう疲れた。私は力なく部屋のドアノブを回しました。中ではお腹の裂かれたぬいぐるみが転がっていました。ついさっき描いた熊のぬいぐるみ。それだけではありません。棚に飾ってあったもの、クローゼットにしまってあったものも合わせて、すべてのぬいぐるみが腹を縦に裂かれて床に放り投げられていたのです。そしてノートにはこう書かれていました。ライアー、嘘つき。そばに描かれたレイラちゃんはとても近くて、今にも紙面から飛び出してくるようでした。表情もいつもの笑顔ではなく無表情。イラストの周囲はライアーの文字で真っ赤に埋め尽くされています。そしてテキストの反対側の表紙には太い文字でこのように書かれていました。You or friend, please. あなたか友達をちょうだい。きっともう逃げられない。私は小学校の頃に使っていたクレヨンの箱を机の奥から引っ張り出しました。そして髪の長い女の子の絵を描きました。明日消えるのは誰になるのだろう。